香川は、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦。出雲型護衛艦の2番艦。艦名は、両政国の加賀国に由来し、旧海軍の航空母艦、加賀に続き、日本の艦艇としては2代目、海上自衛隊の護衛艦としては初代である。太平洋戦争期の正規空母、運流型航空母艦や操縦を、若干ながら上回る規模と排水量を有し、 関半を含めた全長248メートルは旧海軍空母、加賀とほぼ同じ。関内神社は白山美姫神社。一番艦の出雲と共に海上自衛隊史上最大の艦艇。建造費用は1155億円。加賀は白根型護衛艦二番艦、倉間の代替艦として計画され、23中規模に、 基づく平成24年度計画19,500トン型ヘリコプター搭載護衛艦としてジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で2013年10月7日に寄港され2015年8月27日に命名浸水2016年8月5日に行使開始となった2017年3月22日に収益し 第2護衛隊軍に編成前となった伊勢に代わり、第4護衛隊軍第4護衛隊に編入された。提携校は、くとなり、同年4月3日に、同校へ、初度入校した。同年7月14日から17日にかけて、官名ゆかりの石川県花沢港に寄港。15日の一般公開には1万5千人が、来館し、高い関心を集めた。 な子の一般公開の際に招待客が、昇降機の開口部から転落し怪我を、負う事故が起き、2018年7月3日に、業務上過失障害の疑いで、当時の官長と副長が、書類送検された。2018年7月13日から7月20日まで、平成30年7月豪雨を受けて、クレで被災者への入浴支援を行った。 同年8月26日から10月30日までのインド太平洋方面派遣訓練に護衛艦、イナズマ、鈴月と共に参加し、インド、インドネシア共和国、シンガポール共和国、スリランカ民主社会主義共和国、フィリピン共和国を訪問。9月13日には南シナ海で潜水艦、黒潮と合流し、対戦線の訓練を実施した。 9月26日には、スマトラ島西方海空域において、イナズマと共に、南シナ海へ向かうイギリス海軍フリゲート艦、アーガイルと日英共同訓練を実施した。10月11日から10月15日にかけて、インド海軍との共同訓練、ジメックス18を実施した。同月18日、訓練最後の寄港地となるシンガポールに入港した。 同月23日まで帰港し、シンガポール海軍と訓練を行う予定と報道された。その後は再び南シナ海に入り、中国人民解放軍海軍の駆逐艦、乱州の追尾を受けつつ行動し、10月25日に米海軍補給艦、ペコスから稲妻と共に養生補給を受けた。2019年5月28日に海上自衛隊横須賀基地にて、 来日中のドナルド・トランプ米大統領と安倍晋三首相が上官し、視察を行った。同年9月26日から10月4日にかけて日、米印共同訓練に参加する。佐世保から関東南方に至る海空域をおいて実施され、海事からは他に護衛艦、サミダレ、長海、補給艦、お海、P-1 小海域米海軍からは、 駆逐艦、マッキャンベル、P-8A、潜水艦、インド海軍からはフリゲート、サヒャデリ、コルベット、キルタン、P-8A が参加し、対抗訓練、対戦線訓練、対空戦訓練、対水上射撃訓練、対空射撃訓練、洋上補給訓練を実施する。令和元年の観艦式に参加予定であったが、 令和元年東日本台風により、観観式は中止となり、10月13日より、香川、救援活動の統合任務部隊に組み込まれて、福島県沖でヘリコプターの養生基地など任務を担う。10月14日、観観式の代わりに、横須賀、木更津にて、出雲、など16隻の艦艇が一般公開された。10月16日、出雲が、 救援物資と搭載して、横須賀を出港し、加賀と交代して、救援活動の統合任務部隊に加わる。2020年9月7日から10月17日に、かけて護衛艦、イカズチと共に、令和2年度インド太平洋方面派遣訓練に参加し、インド太平洋地域の各国海軍等との共同訓練等を実施する。9月13日から17日の間は、 南シナ海においてオーストラリア海軍駆逐艦、ホバート、補給艦、シリウスと日豪共同訓練を実施。9月24日には、コロンボ港周辺海空域においてスリランカ海軍、小海艦、ガジャバフトヒスリランカ共同訓練を、9月26日から28日の間は、インド西方海空域においてインド海軍駆逐艦、チェン内、フリゲート、タルカシュ、 補給艦、リパック及び航空機と日イン共同訓練を実施した。10月9日には、南シナ海において、潜水艦、昇竜と対戦戦訓練を、10月12日には、同海域において、米海軍駆逐艦、ジョン・エス・マケイン、補給艦、ピッピカヌーと、日米共同訓練を実施した。カガロゴマーク艦のロゴマークは、一般から公募されたもので、 金箔や加賀友禅など、加賀藩の名産品や、加賀藩主である加賀米茸の家紋でもある梅などを取り入れたデザインである。日本を代表する四季の花々を春夏秋冬の順番で配置し、そのバックに広がる津田には、日本海の波しぶきと、加賀を吹き抜ける風を表し、中央の海鳥はヘリコプターが力強く飛び立つ、イメージを表している。これらの花の花言葉と、 自衛官の心構えには相通じる部分があり、ヘリコプター搭載護衛艦として、高い誇りを持って職務に精霊する乗員のシンボルである。加賀は、2021年度末から5年に一度の大規模な定期検査に入るのを機に、海 -35B 戦闘機の搭載に向けて、大規模な回収を行う予定となっていたが、館内の区画や搭乗員の待機区画の整備に、 ついては、アメリカ軍の協力による検証実験や試験を実施し、実運用する際の人や物の動き、動線を詳細に検討した上で、回収内容を確定することが妥当であることが分かったという。このため、管内区画の整備などについては、2021年度の定期検査に合わせてではなく、2026年度末からの定期検査に合わせて実施する予定となった。また、 回マイナス 35B を安全に運用するために、監視形状を四角形に変更する改修工事が行われる予定となっている。カタパルトやスキージャンプ台と呼ばれる傾斜滑走路の設置の予定はない。ありがとうございます。